ちょ、ミロちゃん気をつけてください。あ、これバンさんには、ごめん、うっとせないよ、うん、お名前は？うっとせません。こうちゃんと申します。やばいだろこれ。野田の祭り見てください、見たい人は、映像よろしくお願いします。何歳？犬でいう6歳です。あ、6歳なんだ。6歳です。え、何級？何級？え、あ、6だそうです。6級、うん、6級なんか取れるの？あ、水泳の話でした。あ、もう水泳とか ないないって、6級ないって。あ、ないの？働いてるの？働いてます。何してるの？肉に棒を刺してます。なんか特技あります？あ、特技は、ね、焼き鳥ってこと？肉に棒だ。工場です。工場、うん、はい。特技は、はい、あの、こう音を鳴らさずに、うん、こう乳首燃やせます。やってみて。ああ、あっ、なってるなってる。ああ、ちょっと、あい、なってるなってるって、うん、おいよさま、お受けしてるけど痛そうや、ね、うん、なってるよ、うん、ごめんなさい、ちょっと映せないですよ。ちょ、もう一回やって、うん、え、映せないから。次ガチで、ガチで鳴らさないようにって、うん、なってるから。うわ、もう、もういいよ、大丈夫、いいよ、痛そうだから、もう大丈夫。ちゃんとやれよ。いいよ、もう、ダメ、いいだろ。これでやらせて点数かかったら、なってるんだよ。いいだろ、もう。じゃあ、もうダメだよ。うん。ああ、もう、そこで冷やすな。そんな無茶したらダメだよ。うん。心配せんでいいよ。はい。じゃあ、点数お願いします。1点。ニンポ君1点。はい。僕はでも5点ですよ、ここまでやれるの。体張ってるから5点の予算は、これは5点、うん、5点。俺も体張ってるから4点かな、うん、4点かな。俺はなんか焦げ臭いよ。そう、本当だよ、毛の匂い、焦げ臭いな。だって乳首の匂いがするんだよ。本当だよ、確かに。いや、マジ乳首の焦げた匂いがここまで、うん、勘弁してくれよ、うん。うんこの匂いとさ、ゲロの匂いと乳首が焦げた匂いが混ざり合っても最悪なんだけど。本当だよ、ね。こっち 33% でした。野田のところは？俺のところはね、58%。おー、58%。もう一回お名前聞いていい？あ、こうちゃん。こうちゃんそうね。こうちゃんね。名前普通だな。21番目。うん。こうちゃん。こうちゃんです。はい。でもいいキャラしてると思うんで。あ、はい、ですか。ありがとうございます。すいません。最後に、はい、クラッカー引いてもらっていいですか？あ、じゃあ忍法くん引いてあげて。忍法くん、俺は映せないからちょっと野田の方で見てください。え、今日のこれ、あ、鳴った後に今日のおかずを言います。あ、はい、今日のおかず言います、はい。あ、違って、あ、熱い口の何でくる。あ、ファーストサマーウイカです。あ、じゃあちょっと次の方。じゃあありがとうございました、こうちゃんね。うん、またよろしく。あざっさ、はい、お疲れ。またワイル持ってきてる。いえ、煙臭い。うん。あ、先生、落合健一と申します。はい、落合さん。落合君じゃない。こんにちは。長所は、気合が入ってることと、演技力です。はい。あと、何でもできます。はい。短所は、割と空気読めないところです。ああ、そうなんです。はい。はい、ありがとうございます。はい。なんか、あと何人ぐらい、ちなみに。あと、10人ぐらいじゃない。30人でしょ。わかりました。じゃあなんか、はい、落合さんになんか忍法くん質問とかなんか予算。質問とかいうか、この人ね、あの、うん、筑波山一緒に登った人なんですよ、ね。あ、配信者なの？配信者、配信してます。配信者だ。心霊スポットの配信やってます。へ、うん、え、名前なんていうの？落合健一と申します。落合健一。はい。本名？あ、本名じゃないです。本名じゃない。はい。じゃあ、なんか やってよ。あ、なんかやりなきゃ、はい。一応、聞きおしっこっていうのを一応準備してきまして、尿とお茶、どっちか当てられるみたいなやつですけど、さっきの流れでまずいかなと思ってできないですよ、ね。ダメだよ、もうダメですよ、ね。うんこくんのとおしっこはちょっと
ダメだよ、うん、はい、いやだからもうそれを言わなきゃよかったんだよ。そうですね、まあ、まあ普通の感じがするけどな、なんか沼っぽくはないですね。マスク取れないですか？マスク、うん、マスク取れますよ。はい、おいくつですか？32歳です。32歳、はい、うん、なんかネタ振ってもらえれば何でも演技します。じゃあ、うん、ポンちゃんの真似してよ。あ、いえ、ポンちゃんの真似、うん、はっかりゃー、はっかりゃー、おっさんなんだよ。難しいな。いや難しいよね。うん、はい。もう一個お願いします。あ、いいですいいです。もう一個、じゃあ、みどりさんのモノマネしてください。みどりさんのモノマネ？そう。PBF!PBF!、はい、19%、こちらは。19%。はい。いや、じゃあ点数。3点。はい。予算は？おお、まあ3点で。3点。野田は？まあ今の腰振りで3点ですね。僕は1点です。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ続きの方どうぞ。はーい。はーい。はい。どうもこんばんにゃ。こっちから来ました。解放です。よろしくお願いします。解放さんじゃないですか。解放。はい、あ、有名なの？解放さんって。お、有名ですよ。あ、そうなんだ、うん、あの、なんか、ね、竹心、なんか段階塾の段階の塾の、なんか受かったんだ、ね、こう言ってんで選ばれました。そう、そうなんだ、はい、どうだったんで最後番組が、金銭問題でこしゃっちゃって、ね、なんかね、そう、残念でした。おいくつですか？あ、47歳で、来月の7月27日に48になります。48歳？はい、50近いですね。ちょっと本気出していいですか？あ、いいですよ、脱ぐなよ。あ、たぶん俺は、ね、おばちゃんじゃん。いや、当たり前だろ。当たり前なこと言うんだけど、あ、びっくりした、上脱ぐかと思った。いや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 、びっくりした、さすがに。うん、何してるんですか？ちょっとあの濡れ場もできるっていうことで、うん、水着を着てまいります。水着ね、水着ね、水着で、水着って、水着って大丈夫、水着は大丈夫、水着は大丈夫だ、ね、うん、水着なんですか？それそれ水着なの？水着、ね、ワンピースじゃなくて、ワンピースの水着、うん、いや、そうだね、はい、で、あの障害者手帳は2級です。あ、2級、はい、2級ね、はい、これアピールポイントで、アピールポイント、これはでかいね、はい、点数で。どんな演技ができるの？あ、中学の時演劇部だったんで。あ、すごいね、はい、3年間、うん、なので演技は結構得意な方です。うん、で特技が誰とでもベロチューができること。じゃあ予算でもできる。あ、じゃあ俺はいいっすよ。あの逆指名で予算お願いしたんです、うん、あ、じゃあ、じゃあ横演技、はい、じゃあ予算が、これ A 版されないの？じゃあの、いや、されるでしょ、ベロッチーは。キャスバン。じゃあ、あの、してる手で唇舐めていいですか？あ、いいですよ。してる手とかね。はい、じゃあ、いいですか？してる手で。よっさん、愛してる。え、もっとやりたかったのに。いや、ちょ、もうちょ、ほんと覚悟。ごめんなさい。まずかった。まずかった。ひどいよ、おっさん。私好きなのに、おっさん。いや、ちょ、まずいっていうか、なんか、はい、本当にできるんですね。よっさんパコれる？パコ、私エロ、あの、まあ、エロ中は得意なんですけど、エロの方が苦手なんで。あ、そうだ、中はできるんだ。そうですね、中は大好きです。ちょっと覚悟は分かった、はい、分かった、体を張ってますよね。はい、体張ってます。いいですね。ね、体張って、で、おばちゃんキャラってでもいなくない？親方しかいない。いないっすね。いないんだよね、実は。でも体張れるから、うん、れるから、はい、スナックのママっぽいって言われます。ああ、そうなの。そう、本当に親方もね、ダブルで。ああ、ちょっと待って。ちょっと俺つらいねえかな。あ、びっくりした。びっくりした。あ、俺下今脱いだから何かと思ったよ。後ろ、ちょっと一瞬見てみてください。え？一瞬ちょっとくるっと回ってもらって。なるほどね。なるほど。ハイレグね。はい。うん。体って。じゃあ点数。あの、じゃあ忍法君から。0.5点。なんでだよ。厳しすぎない？厳しいだろ。なんでだよ。だってね、侮辱じゃないですか。ひでえこと言うなよ、これ。それがアピールポイント。それがアピールポイント。そう。0.5点。それ。いや、俺は高い。俺は 4.7点。あ、ありがとうございます。必要だから、こういうおばキャラは。おばキャラ。うん。予算はベロチュー。俺は、まあ5かな。
やったー。いや、こうね、ちょっとね、臭かったけど。え、臭い。臭い。臭かったけど、本気度か、本気を感じたから。はい。ありがとうございます。これ多分みんなの評価も高いと思うよ。合格8割ぐらいいくんじゃない。俺は3点ですかね。3点、うん、理由は理由はまあちょっと、うん、あ気持ちが悪かったですか。うん、ちょっとね、もうちょっと絞ってほしいですね。いやいや、20キロ痩せます。俺逆に太ってほしい。俺ももっと頑張ってほしい。こっちは合格76。おお、やってきたでしょ。お、いや、76。あ、ごめん、ね、こっち何点になってるっけ。こっちアンケート出ないんだけど。これは多分合格ですよ、うん。うん、あ、本当ですか。嬉しい、ありがとうございます。こっちのコメントは長原いくわしかないからさ、読めるコメントはないんだよ。うん、こっちも同じようだから。長原いくわ、76%。こっちの 76% でした。はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございます。次の方、次の方でお願いします。はい。あ、女の子、女の子の方です。こんにちは。あ、誰、こんにちは。もうちょっと前に、うん、なんで、もう一度。宮内です。三内さん、はい、栄養出張、はい、栄養出張だ。栄養出張じゃん、はい、栄養出張って何で。ちゃんと食べてる、大丈夫。細いね。細いよ俺。何級。あ、本当だ、さっきもいた。これ同じつけてる。2級だって。持ってます。あ、手帳持ってる、はい。手帳ね。キティちゃん好きなんですね。あの2級です。あ、本当だ。本当ですね。はい、お仕事はされてるの？あの、ごくつぶしです。ごくつぶしって、ごくつぶし。なぜ倉内さんね、しっこを飲ませた。え、どういうこと？え、そうだ、そうだ。あの、間違った戦知識でおしっこ飲ませちゃいました。倉内さん、はい、飲んだの実際に。はい、いや、なんか飲んで炎上したって聞いたよ。飲んで炎上した。え、この人のおしっこだったの？そう。えー、そうだ、はい、うん、死因って書くな、そうなんですね。なんでそういう流れになったんですか？あの、昔、お兄ちゃんのエロ本とか、エロビデオを見てて、おしっこを飲ますやつが憧れになっちゃって、初めて見たエロ本がそういうやつだったんです。エロ本なんですね。あ、それ、倉内さんが要求したわけじゃなくて、あなたの側からってことですか？はい。それを倉内さんは受け入れたってことですね。いや、お茶ですって嘘つきました。ひどいな。それで倉内さんどんだけ苦しいんだか、炎上して。そうなんです。どんな演技ができますかね？何でもできます。なんか、こんな演技は得意。忍法とキスできる。はい。あ、嫌です。嫌です。なんで嫌です。うん、なんで無理だ。どういう彼女はどういうところだった？いや、僕はちょっとキスしたことないんで、ちょっと初めてのキス。取っときたいんだ。ちゃんと好きだ。じゃあ彼女の印象はどうですか？ほっぺのキスとかもダメですか？ほっぺはいいんじゃない？ほっぺです。じゃあほっぺで。ほっぺだ。じゃあ横でお願いします。お願いします。ニコさん、はじめまして。あ、ごめんなさい。はい、うん、まあどうでした、演技力は。演技力はまあありますね。ありま、あるんだ。あるんだ。うん、はい、ありがとうございます。なんか結構うつむき加減だけど、暗い感じがするけど、明るい演技もできるの？笑ったり。できます。じゃあちょっと大笑いしてみてよ。楽しい。やったー、宝くじ1億当たった。ディズニーランド行こう。うん、あ、ちゃんと笑顔もできる。クラウさん、うん、クラウさんじゃない、忍法さん注意して。今いや、ついました、いました。忍法さん、つつ、あー、うん、なんか、うん、ね、あの、うん、いいんですかこれ、なんか、うん、でもね、ガチの人じゃないですか。いや、ガチの人、ガチ当たり目だ。何ですか、2級？2級、1級じゃなくて、はい、2級なんですか。で、なんか不思議なね、なんかあれがあるね、不思議なオーラを。なぜ忍法さんレイプされたみたいな。本当だ、顔が固まっちゃってる。ごめんなさい、あの、ウェットティッシュ持ってる。あ、大丈夫大丈夫、気にしないで。忍法くん、ちょっとあの、女性経験が少ないから慣れてないだけだ。放心状態だって。うん、映画ですごい良かったです。ありがとうございます。
ぽんさん、ファンがたくさんいらっしゃいますよ。あ、ありがとうございます、はい、なんでガチで照れてるんですかね、ニッポーさん。いや、そんなことないです、でもまあ、このどう野田からしたらこの彼女のオーラみたいな感じは、まあ結構ね、そのいびつな 性癖も含めて、まあ評価高いですね、やっぱりね。なかなかね、今ここまでやれない、女性でね。あ、しかも、あの普通の体型の女性で。確かに、76% 合格率。はい、こっちは何キロですか。38キロです。えー、細いよな。細いな。8キロ、8キロ。38？ ね、細いね。腕、なんかどれ、何カップですか。Cカップです。え、本当に、はい、あ、いい、いい、ダメダメ、いい、いい、ちょっとダメダメ、バンバンされちゃう。ああ、まあ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 、うん、はい、こっち、いいよ、脱がなくて、いいよ、いいよ、服着てる。あ、猫背だから、うん、あ、だから小さく見える。あ、そうなんね、うん、はい、なるほどね、うん、はい、じゃあ、点数、ニンポ君。あ、1点だ。え、え、チューしてもらったのに。チューして1点なの。理由は、チューしてもらったのに。ちょっとひどいよ、これ。ちょっと、あの、僕は受け入れられないって。僕は受け入れられないって、付き合うとかじゃないじゃんって。演技力とか言う。そう、演技力の話に、うん、まあ、ちょっと受け入れられなかったっていう。かまいそうな顔してるやん。すみません、はい、予算は？俺4点、うん、いいじゃん、キャラクター面白いじゃん、ね、こっちなんかアンケート86点、うちらも高かった。いい思うよ、うん、俺もじゃあちょっと高いよ、4点ぐらいですね、うん、まあ忍法くんのちょっと、あの、ストーカーの女みたいな役で使えそうじゃん、うん、そう、怖い、4.2 ね。野田は？俺も4点ですね。ねえ、俺は行くよ。高いですよ、うん、え、合格何パーセント？70。うわ、結構高いと思う。野田のところも高かったから、はい、はい、ありがとうございました。 R さんの亡霊役で、ね、やめろ。え、そんなんじゃないでしょ。次の方、すいません、これ使ってください。優しい、ウエットティッシュで。ありがとうございます、うん、汚いバイキンつけてすいませんでした。ごめんなさい。そんなこと言いながらめちゃめちゃ拭いとるやんか、うん、じゃあ次の方、はい、今の方、三内さんでした。はい、三内さん、はじめまして、ニオセニートと申します。もっと前、あ、もっと前で、もっと前、はい、ゼロ点。あ、ニオセニートと申します。はい、まあ、長所はキスシーンができるっていうことと、うん、まあ、短所はチンチンが小さいってことです、ね、めっちゃイケメンじゃん。本当ですか、うん、どんだけ吹くんだよ、もういいだろ。え、めちゃくちゃ俺イケメン系で、肌もすごい綺麗だし。ありがとうございます。22歳、はい、19歳です。19歳、はい、19歳、若っ、はい、未成年です。いや、ギリ成人してるんで。ね、まあ、あ、そっか、18になったんですね。そうなんですよ。ニッポーさん、なんか質問あります？童貞じゃないですよね、もちろん。あ、童貞ではないですね、ちょっと嘘つけない、はい、童貞じゃないです、はい、まあ、モテるよ、これ見た目で、もうかっこいいもん。いや、でもモテるとかは全然ないですよね。本当？はい。仕事何やってですか？仕事、僕、昨日まで、あの、パソコン、やっぱ配信、いい配信したくて、パソコン買うために、あ、じゃあホストやるよって、とっとと金稼ぐために、うん、ホストやるよって言ってやったんですけど、うん、この、なんか、オーディションがあるって聞いて、うん、あの、社長、めっちゃよくしてもらってる社長に、僕、今日でホスト辞めますって。マジで？はい、あの、お店辞めてきて、あの、夜行バス乗って、はい、今来ました。え、どっから来たの？仙台から。仙台？6時間かけて来ました。うわー、かき入ってるやんか。そうなんですよ、一睡もしないで。覚悟はすごいですよ、うん、ありがとうございます。さすがにね、仕事辞めて、ホスト辞めて、6時間かけて夜行バスでここに来たっていうね。そうなんですよ、はい。これが嘘だったら、すべて不合格だからな。うん、ね、え、好きな配信の嫌いなシーンある？好きな配信と、シャトッキラーの配信者。いやー、僕ちょっとあんまニコ生見てないですけど、でも一瞬、僕忍法さんの配信見て、なんかの、なんか飲み物振りながら、なんかブチ切れてませんでした、一時期。はい。なんかそれ見て、あ、なんかこいつキメえなって思って。あ、はい。で、まあ他の忍法さんの他のいいところすごいあると思うんですけど、はい、僕はそのこう、振ってブチ切れてるのは、ちょっとキモいなと思ったんで、まあ、嫌いな配信者で言ったら、まあ忍法さん。あ、正直だね。忍法さん。うん、正直、正直に本人を目の前でこいつ嫌いって言えるようなこの度胸は俺好きだわ、うん、でもこれ暗黒映画に出てどういう役柄をやりたいんですか？あ、暗黒映画に、まあ、オファーされれば、あの、どういう映画撮るとかっていうなんかコンセプトとか。まだ決まってない。あ、まだ決まってないですか、うん、あ、どうですかね、なんか、俺、
すごいいいキャラだと思うけどな。本当ですか。うん、なんかそれに任せて言ってもらえれば僕何でもできる。はい、何でもやろうと思ってるんで。例えばさっきの、はい、あのすれ違ったと思うけど、はい、おばちゃんいたじゃん、太った。ああ、いましたね。あの人と、はい、濡れ場とかやれる。ああ、いや、もうちょっと勃起しながら見てたんで、はい、多分いけると思います。おお、これ、おっさんが評価高い。めちゃウケてる。え、あのおばさんと濡れ場ができるんだよ。無理だよ、無理。無理だよ。無理ですか。はあ。じゃあ、うち 59% だった。あ、野田のところ。なんか演技だよね、ちょっと。演技できるか。なんかちょっとやるね。なんかそうやね。演技力みたいな。ああ、じゃあ僕がなんか、警察みたいな感じで、あ、いいよ、はい、なんかその、なんか緊迫したシーンで、うん、横山みどりさんを捕まえるみたいな。あ、いい、はい、おい、横山みどり、そこを動くな。今すぐそのマスクを取って、性犯罪者として今すぐ逮捕されよう。うん、いい声してんじゃん。うん、でも今、みどりさん、後ろに下に。スタートになっちゃったよ。まあ、こっちも 66.2% です、ね、うん、結構高い、ね、安定感はあるんじゃない、ね、じゃあ忍法区の点数、うん、3点ですね。3点あ、さっきまで低かったのに上がったじゃん、うん、理由はまあまあちょっと優しそうな人ですよね。あ、本当ですか、うん、なんか僕に対してもなんか優しくしてくれる。だから男がそう感じるからモテるんだよ、うん、男が普通感じないからそういうこと、うん、だから女はもうメロメロになっちゃう、ね、そうだね。日報はもうそういうことできないから一生童貞のままで終わる。あ、おるな。ニコ生やってる。まあやってます。配信やったんだ。2ヶ月前から始めて、うん、あ、そうなんだ。毎日、はい、まだ誰ともパコってない。ニコ生初めて。あ、まだパコってないですね。はい、まあパコらなければいいよ。そうですね、もうそこら辺はちょっといいじゃねえか。別にダメ。どうしてんだよ。暗黒映画禁止、禁止です。まあそういう、なんで人はダメなんだよ。予算は彼。俺はね、4点だね。やっぱ覚悟は、ね、うん、俺も、まあ、オーバースできて、そう、そう、俺もその覚悟はすごいだから4点、4点4点4点ありがとうございます。俺も4点2点ですね、うん、やっぱりなんか引き立て役になるじゃないですか。確かにね。忍法さんの横に座ったら、うん、忍法さんの横に座ってみて横に座ってみてください、うんうん、失礼します。あ、いいじゃないですか、これ。ほんとだ。うん。忍法くんのこの不満そうな顔。怒ってる、怒ってる。めっちゃ怒ってる。今、一緒に、ね、にらめっこしてみようか。にらめっこしてみようか。めっちゃ怒ってる。なんで今怒ったの。あ、いいね。あ、いいね。まだ見てる。まだ見てる。立て役になってくれればね。あ、そうそうそう。いいね、これやっぱよ、イケメンが横にいると引き立ちますね、なるやっぱりね。忍法の味が出る。スイカに塩を振る感じで味が出た。いい、ね、いい感じ。すごいね。名前なんだっけ？もう一回言って。二ノ瀬ニートです。二ノ瀬くんね。はい。わかりました。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。はい、いいね。はい、わざわざ仙台からね、ありがとうございます、はい、この後宿探すんで、はい、朝これからね、うん、それも配信して 59%、 うん、高価 50% 東横行って、知らない子たちと友達になって、そこでお金持ってないんで、え、お金持ってきてないんで、マジで、あ、割り勘して、はい、なんか友達作ってホテル泊まろうと思うんで、その配信するんで、よかったら皆さん面白そうやね。頑張って頑張って、ありがとうございます、はい、失礼します。ありがとうございました。いいね、気合い入ってるわ。次の方、はい、どうぞ。失礼します。あ、どうぞ。ずっと待ってんのこれ。そうだね、そう、かわいそうね。9時だよ、はい、帰った人いるんじゃない。埼玉県深谷市より参りました、ピースケと申します。あ、ピースケさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私のこういうものです。あ、障害者って何級ですか。2級です。2級、2級、ね、ピースケさん、はい、確かに、はい、何障害。はい、両極性感情障害と申します。感情障害、どういう病気なんですか。はい、いわゆる躁うつ病になります。あ、うつ病なんだ。躁うつなんだ、はい、ラミアさんと一緒か、躁うつだから。あ、そうかと思います。ラミアさん躁うつの一級だから。何歳ですか。37歳です。おお、この通りと一緒じゃん。一緒です。一緒ですね。うん、でもなんか真面目っぽい感じがするね。はい、取り入れとしまして、うん、長所は真面目であること、ね、と今、はっきりとものを申しまして、うん、声がよく通ると言われます、うんうん、また会う日まで会える時まで別れのその訳は
話したくない。それは知りたくない。それは聞きたくない。互いに。いいよいいよ。え？だっていきなり歌い出さなくていいよ。本当はインド映画じゃねえんだから、いきなり歌い出したらびっくりするでしょ。はい、失礼しました。うん、ラピュタ好きなんですか？ラピュタですか？これ。あ、はい。ジブリ映画も大好きです。はい。はい。もうおにぎり食ってる。面接におにぎり頬張ってるよ、もうすでに。ね。じゃあ、ピースケ君ね、まあ、暗黒の絵も描いてくれたんだよね。あ、そうなの？そうそうそう、絵を描いてる。あの絵を描いてる。めちゃくちゃ絵がうまい。あの役者としまして、うん、何の役でもすぐにこなし、うん、エキストラとしまして NG は決してありません、うん、濡れ場ですとか、アウトローの役ですとか何でも詰めてあります。どなたがよろしいでしょうか？いや大丈夫、うちバンさん脱いでるのこの人。そう だから裸は大丈夫、裸は大丈夫だよ、うん、上半身だけ来ましょうか、うん、ツイキャスだとバンされるらしいから。上半身だけ着るのは逆にやばいよ、それは。じゃあ、両方来ます、うん、どなたかとお相手させていただきたいんですが。なんの？濡れ場です。じゃあ一人でしこってる時にやめ、母ちゃんに見つかってやる少年の役をやってください。出してもよろしいでしょうか？出しちゃダメです。少々お待ちください。はい、早くしてください。今なこれやらこれ映せないかな。俺はちょっと無理だけど。何してるの？じゃあお母さんが入ってきた。ちげえ、あと行くから、うん、ちげえって何が違うんだよ。あ、違うよ。なんでもないから大丈夫。今リアリティがないね。だってお母さんが一回あげた後にまた再会できるわけないじゃん、うん、そうだよ、ね、すいません、本当はしぼんでたと思います、はい、正直。じゃあ点数、予算受けてる。なんよ、じゃあこれは、うん、まあ、3点だな。ありがとうございます。僕は2点。ありがとうございます。まあ僕は 2.8 点ぐらいですね、うん、ありがとうございます。俺はまあ3点4点。ありがとうございます。高いですね、うん、美容師さんね。ちゃんと頑張ってるから、ここまで声張ってるし。野田の方の、あ、こちらか。これね、ここ何点だっけ、この人。じゃあ、19876543210。はい、何点？50% ぐらい。今結果が、うん、36.9%。 低いな。でも頑張ってるね。 うちは 30%。 ありがとうございました。あ、えらい。ちゃんとその点数もありがとうございました。いる精神。それではお忙しいところ、はい、お時間をいただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。お疲れ様です。はい、じゃあ次の方どうぞ。はい、普通の企業に行けばいいんじゃないね。すげえ真面目な。飽きた男爵さん。男爵山下です。みどりさん、お久しぶりです。あ、お久しぶりです、山下さん、はい、はい、よろしくお願いいたします。聞けるね、はい、なんか一芸をやればいいですかね。まあ、オーディションでね。あ、はい、はい、じゃあこれ頑張ってます、はい、お、いいね。見てない。あ、いいね。まだ素顔見てないところに書いたんで、想像で書いたんでちょっと似てなかったです。おー、いいね。全然似てないからダメだね、これ。そっくりだね。はい、すみません。じゃあ一芸、はい、何かある、はい、わかりました、うん、じゃあ今日、横山みどりの曲を作ってきたんで歌わさせていただきます。はい、まーす。昼間は議員の顔して夜中はマスクをかぶって横山みどりはゼスリム堀焼きバックでフィニッシュ。昼間は駅の前に立ち夜中は股間を立たせて横山みどりは絶倫堀焼きバックでフィニッシュ。 BBF、 BBF 堀焼きバックで
でフィニッシュ TBS TBS 鳥焼きマックでフィニッシュ。いいね、素晴らしい。1点。なんで、なんで、なんかちょっとあれなんか歌が下手だったかな。うまかったじゃん。いや下手、支援を挟むね。いや支援じゃない、歌がちょっと、あのちゃんと公平にオーディションしてください。いや公平公平、なんか公平だよ。なんかもうちょっと緑の歌なんで、久保田さんの歌じゃないですよ。ね、キャラがね、まあちょっと男爵キャラだけじゃん。即興で歌える。いや即興で、じゃあ即興で、じゃあよっさんの歌歌える。よっさんの歌、それ歌えたらもう認めるわ。視野の帝王よっさん、視野の帝王よっさん、親父に撃たれてたね、親父に撃たれてたね、でもめげなかったね、帝王よさん、深夜の帝王よさん、意外とゲーム配信が好きでした。意外とって何？意外とって何？いや、あのよさんのゲーム配信、あの桜大戦とかやるじゃないですか、あの全部テキスト読んでくれるんですよ。ああそうなの。あのゲームキャラの声をやってくれるんですよ。それはすごく俺好きで、0点。0点、あ、0点なんだ。なんで、なんで、なんで歌ったの。いや、もう深夜の帝王じゃないもん。あ、もう自分の割り、そんなことないっすよ。もう俺人いないからさ。いやいやいや、そんなことないっすよ。悲しいことないっすよ。傷口をえぐられた気持ちになる。いやいや、そんなことないっすよ。あ、嫌味に聞こえたの。深夜の帝王っていう嫌味。アンケは 52%。 あ、はい、ありがとうございます。じゃあ、民法くん、まあ、1.5 点ですね。低いね、なんで。なんですか。いや、なんか僕の歌を歌ってくれなかったから。あ、じゃあ歌ってもらえば。じゃあ歌ってあげて。ちょっと日本人ボーですか。難しいな。ツイッターで見境なく女性配信者に絡んでる。いっともないと思わないのかい。それが日本だよ。それが忍法だよ。あんた身の程を知れ。うまい。どうする。ちょ、奈良原くん歌って。奈良原くんの歌。奈良原くんですか。わかりました。奈良原くんですね。奈良原くんが始まると奈良原始まったってコメントがいっぱい流れる。結婚OKでも奈良原くんは脅威なんだよ。でも俺みたいな感想配信者は全然関係ない。奈良原くん見てません。全然全然見てません。奈良原くんなんて見てません。だから即興の歌ちょっとうまくできませんでした。すいません、奈良原くん俺見てないです。あ、そうなんだ。はい、じゃあ野田点数。あ、俺は3点ですね。3点。俺も3点です。俺もなんか、なんかちょっとありがとうございます。なんか、俺も3点ぐらい。俺ちょっと響いた。あ、ありがとうございます。なんかアドリブが効くからね。あ、ありがとうございます。忍法で歌えないよ。忍法なんて。3.5 点です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。以上ですね、 52% です。はい、あのこれなんか演技とかって、うん、なんかだってもうキャラが作られちゃってる。キャラがもうできちゃってるから。演技とかはないでしょ、うん、もうキャラが作られちゃってるもん。このヒゲキャラとギタキャラで、そのキャラで多分出る役柄も出るだろうか。そうだね、ギタキャラで。あ、ギタキャラ。あともしよかったら俺あの主題歌作れるんで、なんか、あ、歌、歌、歌、映画の主題歌、そう、映画の主題歌で、ね、作れますんで、もし、わかった。よかったら、それも役で、はい、お願いします。あ、もうそれでも全然大丈夫です。はい、わ、はい、かりました。なんかお役に立てたら、はい、嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。暑くないなんか。いやもうこれ。次の方。はい。あと何人？3人ぐらい。あと
あと何人ぐらいいるでしょ。あと何人ぐらい。普通にあと5、6人います。あ、5、6人か。あ、じゃあ5、6人なんで大丈夫。あと30分ぐらい、うん、じゃあありがとうございました。え、何、もう終わり。いやいやいや、ちょっと待って、うん、やる。え、今日何時に来たの。あ、今日はもう15時頃に。あ、ちょっとマスク取ってもらって。あ、ごめんなさい。ちょ、七泊には忍法さん、これ審査必要ですか。え、仲悪いの。めちゃくちゃ悪い。あ、そうなの。うん、ほら、忍法さんが喋んなくなっちゃったじゃん。そう、本当に。いや、あの、そうやって、うん、審査員ってやっぱ支援で評価すべきじゃないと思うんですよ。厳正に、あの、公平な目を持って演者の人、オーディション来た人を、あの、採点してくださいよ。そうやって、あの、ね、個人的ななんか恨みかなんか知りませんけど。じゃあ、ま、そうやって。何様だよ、お前、この野郎。なんか言い返してみろ。あ、青メガネ。親の金で、不正受給で。あなたは働いてるんだ。あ、いや、僕は働いてません。じゃあ、同じじゃん。うん、親の金で。じゃあ一緒じゃん。あのパチンコするときも親のお金で2万ちょうだい、ね、一緒だよね。働いてないでしょ。もう顔がマジになっちゃってるから。忍法さんもそんな嫌いなの。そんな嫌いなの、忍法さん。じゃあ僕は仲良くしたいんです、忍法さんと。かまってほしいから、あの8万の登山バッグに砂とか泥入れたりしていじめたんだよね。いや、おっちゃめっ気なんですよ、うん、お前舐めてるよな、忍法さんのこと。舐めてるじゃん。舐めてないですよ。ほら、もう笑ってるから。舐めてるじゃん、完全に。どこが舐めてんですか。それをもう忍法さん見抜いてんだよ、完全に。そうなんですか。お前が忍法さんのこと舐めてるってことを忍法さんは見抜いてんだよ、鋭い目で。はあ、まあ審査はするよ。あ、はい、審査はするんだ。審査はするよ、うん、はい。別に支援でどうこうするつもりはない。許してくれたじゃん、お前。あ、お前、あ、ごめん、忍法さん。じゃあ、お願いします。あ、その前にちょっと、なんで予算と忍法さん仲良さそうに座ってんすか。え、なんか、手間の件で言い合いしてた。別に喧嘩してない。今喧嘩してない。あ、喧嘩してない。え、だから審査員でやってくれてるから。あ、なるほど、うん、え、しい手間、手間、あ、手間、あの、ま、未成年インコを我々の評価を著しく下げてるだけだからな、これは。何を言ってるの。そうだよ、本当に。さっきから本当ね。どういうことこれは。え、だって野田通りってマリニャンが未成年の時に。え、未成年じゃない、18歳は未成年じゃないだろ。え、当時は、え、18歳でした。え、18歳当時って成人年齢20歳じゃなかったでしたっけ。高校卒業してる18歳はセーフでしょ。そうなんですか、国会議員さん。そうか、あの演技をしろ、とにかく。演技をお願いします。もうね、演技の段階に入ってますから。はい、じゃあ、なんかちょっと、あの、じゃあ、はい、え、なんか演技できます。なんか、例えば。演技というか、その、まあ、特技とかになっちゃう。じゃあ、特技って何ですか。ちょっとアカペラで歌うのが、はい、すごい好きでして。じゃあ、俺、アカペラで。何かリクエスト曲があれば。ギャバン。あ、ちょっとわからない。ギャバンわからない。なんで何やら歌えるの。ミスチル0点に入れてたよ。え、じゃあアニソンにしてみんなわかんないから。みんなわかんない。ギャバン歌ってよ、うん、誰でも歌えるアニソン、誰でも知ってるような。ちびまる子ちゃん。うん、そうそう、じゃあそれで、ちびまる子ちゃんの戻るポンポン、あの、西城秀樹の歌詞で。じゃあそれでお願いします。正直者で、はい、交差点で100円拾ったよ。聞こえないの。今すぐこれ交番届けよ。いつだって思えば正直さ、緊張でも気を配るさ、リーダーだレジハイハーフじゃない。ああ、何で前回やってんだよこいつ。いかがしろよマジで。何で前回やってんだよ。ちょうど聞いてたよ。Hey, hey, 日本中知っているさ。今チンポ出してゼロになってますからね。ゼロになって踊ってんだよ俺。映せないけど。忍法くん。本当しか笑ってねえんだよ。もう痛いしろよ。この落差を見ろよ、この落差を。これ。面白いね。え、いいじゃん。いいじゃん。いいのかよ、これが。いいじゃない。いいのかよ。裸になってて初めてだよ。初めてだけど、配信映せねえだろ。いつの日もこの胸に流れてるメロディー。
なんで全裸でミスチル歌ってんだよ。おかしいだろ、おかしいわ。心が痛いよ。スポンボでミスチルと日の当たる坂道を登るその前にまたどこかで会えるといいな、イノセントは。意外とうまいって感じ。果てしなくて。わかった、わかった、わかった。もういいよ。全裸だから映せないんだよ。映せないんだよ、こっちも。服着ろ、服着ろ。ごめんなさい。はい。じゃあ、予算か。俺は、ちょっと0点つけたんですけど、まあちょっとね、裸になれるってね、すごい、なかなかできないよ。まあね、人前でね。まあこれ、4.5。4.5? 高っ。そう、高いよ。うん、俺もまあ全裸になったことが評価してる。3.8。3.8。なんでこれカスやってる。映せねえよこれもう。まあ俺も 4.2 はいや、これはなかなか全裸になったわよ。全裸になったじゃん。じゃあ民放君は、うん、ちょっとね、これは企画を侮辱されたような。企画を侮辱された。ちょっと待ってくださいよ、民放さん、民放さん、民放さん、インポさん、お願いします。いいからもう。お願いします。いや、厳正に、本当に公平な目で見てください。お願いします。これリスナーアンケート37点。俺も35だった。これだってそんな低いの？めちゃくちゃ低かった。映ってないからね。映ってないもん。インポさん、映ってないからダメなんだよ。足の裏を舐めますので。点数をつけるつもりはありません。言う前に舐めろよもう。0点じゃん。0点ってこと。舐めろ早く。初めて。いや、いいよ、やめらんで。ちょっともういいや。ちょっといいよ。やめろって。もういいから。じゃあもう予算をなめて、予算を。いいから。やめらんでいいから、そんなこと。いいよ、大邪魔。大丈夫、大丈夫。もう、あの、次は待ってるから。ね。え、うん。いや、いいよ、いいよ。だってすごい。なんでその不適されたかは。なあ。あ、違うね。喧嘩しそうじゃん。ああ、ごめんなさい。喧嘩は。喧嘩は。喧嘩はダメですね。ください。だってさ、佐田さんとなんか演技のあれが悪い。いやいや、まあ今回はお前なんでその乳首は舐めてんのか。乳首いい感じだよ。乳輪でかいね。はい。乳輪でかい。ロケットおっぱいですね。乳首が弱くて。じゃあ大邪魔いいよ。じゃあ着替えてこい。点数出たからね。体張ったのは評価しますよ。さあ、忍法君は評価不能という0点なんで。なんで0点なのよ。評価不能と。それが結構響くんじゃない、0点。ちなみに、理由、評価0の理由は侮辱されたというのはどこがあるの？やっぱりその、もう完全にこの企画をバカにしてますよね。お前暗黒歴何年だよ、この野郎。どうぞどうぞ。何年ニコ生見てんだよ、言ってみろ。まあまあ喧嘩しないで。あ、はい、すみません。うん、あ、これも演技です。わかった。もうわかった。これも怒る演技。そう、怒る演技。そう。次の方。ね。次の方。はい。ちょっと端っこで。はい。もういいよ。そのまま行って。あ、捕まっちゃうみたいな。止まらないわ。次の方じゃあ。次の方入ってもう。女性。いいの。うん。オッケー、オッケー。はい。あ、じゃ前の方にどうぞ。はい。名前の方。はい。じゃあお名前からお願いします。エリーと申します。エリーさん、はい、はい、めっちゃ緊張してます。マスク取ってみて。はい。ああ、まあね。ね、おいくつですか？私で35ぐらい。失礼なこと言うの。33です、今年で。でも近かった。うん、そんなもんね。エリーさん、はい、なんで暗黒映画に応募されたんでしょうか？忍法さんが出ると聞いて、結構仲良しだと私は勝手に思っているので。忍法さんのファンなの？あ、そうなんだ。そうなんだ。忍法さんとキスできるの？できます。え？できます。忍法さんと。忍法さんどうなの？ファーストキス。いや、それはちょっとできないね、僕は。あ、ダメなんだ。ちゃんとここはね、ちゃんと守ってるから。何カップですか？ E カップです。 E カップだってよ、どうする？いや、ちょっとね、僕好きな人としかできないんですよ。え、イリーさんは？イリーさん、いいか。ダメなの？無理なの？一緒に遊んで。無理なの？ダメですか？振られて、お前振る立場かよ、お前。立場もクソもないんですけど。お前さ、一生さ、キスもできないぞ。そんなこと言ったら。あのアキニャンクラスとか寄ってこないんだから、絶対。まあまあまあ、それあと、あとにしてね。あとでね。まあ、エリーさんね、今回こうやって来てくれたんですけど、まあ、いや、演技とかしたことあるの？演技は全然ないです。ああ、そうなんだ。だ今日は、うん、暗黒映画のお色気枠を狙ってきました。あ、お色気枠で。ああ。特技とかあります？うん、タヌキをさばいて食べることができます。長原くんじゃん。ね。
七尾くん好きなの。あと脱ぐ準備はしてきました。え、濡れ場もできる。できます。お願いします。あ、どなたか男性一人忍法でいい。さださんでお願いします。さださん彼女がいい。彼女がいるので、彼女がいないとならいい。じゃあ、よっさんでいい。俺はいいよ。じゃあ忍法やれだよ。僕はちょっとね、あの、童貞なんで、その。じゃあ、2人はここに座って、なんか。うん、なんかちょっと彼氏、彼女も多い。もしやれたら。まあ、演技だからね。失礼します。うん、演技だからでいい。こういう店初めてですか？まあまあ、初めてです。先輩と一緒に今日は来た感じで。まあまあまあ、はい。え、全然こっち見てくんないじゃないですか。どうしたんですか？いや、ちょっと、まあ。僕も初めてなんでね。え？もう一回。いや、ちょっとあんま、いや、僕慣れてないんで。ああ、大丈夫です。どうぞ。これからなんていこう。はい。いや、ちょっと あなたに色気は感じないんで。え、嘘。あ、もういいよ。もういい。分かった。もう。もう結構ね、この男ガンガン言うから、あのね、まあでもエリーさん頑張っては体張ってくれたから、ね、よっさんが、よっさんにやってみて。そう、よっさんとかもいいよ。どうだ。はい、もう目が止まったら何は、めっちゃ恥ずかしい。なんでよっさんは前の3連単クラブで好きって言ったので、うん、あの、そうなの、誰がタイプって言われて、俺が一番タイプだったで行ったので。本当に行ったんじゃないですか。あ、分かんない、覚えてない。そうなんだ。はい、ね、はい、じゃあ喋ってみて。ちょっとおっぱいの大きいと好きですか。うん、好き。あ、でもまあまあまあいいわ、そんなに。出します、触ってみます。いいの、さって。あ、どうぞどうぞ。いや、ダメ、ダメ、それはダメ、バンサー。っていうのも映画でできますので。わかりました。これぐらいできますので、はい、お任せいただければと思います。チューはできます。ダメだ、ダメダメだって隠せばいいじゃん。でも体が腫れるってことね。はい、腫れます。うん、わかりました。それぐらいですが、ぜひ、はい、俺が好きなの。はい、そうなんだ。手が教えてください。負けるよ、いいの。今日も20万負けてる。間違えた、これアンケートだった。ごめん。じゃあ、はい、体腫れるってことで。はい、はい、めっちゃ具合悪くして、具合悪くなっちゃった。大丈夫ですか、忍法さん。酒飲みすぎなんだって。うん、よっさんはあのタイプなの。俺はタイプじゃないね。どういうところが。正直やっぱりスタイル良くないね。ひどいこと、ボロボロ。私結構いいと思ってるんですよ。いや、もうちょっと痩せた方がいいと思います。58% でした、リスナーの家は。はい、体腫れるのは、いや、60はすごいんじゃない。うん、じゃあ、予算なんて。俺は、まあ、体腫れるんだったら 3.8 ぐらい。うん、に僕は 3.5 点。3.5。 まあ、俺は4点はありますね。そんないく。じゃあ、俺もまあ体腫れるんだ 3.9。 うん、ですね。はい、じゃあエリーさん、ありがとうございました。すいません、遅くなってました。もう9時20分じゃん。次の方、じゃあとも2、3人でしょ。うん、次の方、入って。どうぞ。あれ、あ、私まです。すいません、どうも、こんにちは。よっしゃ。お名前は。お名前は、名前は、水木さんと申します。うん、あの、そうですね、今日は暗黒オーディションということで、あのツイートキャスティングという配信サイトから来ました。よろしくお願いします。あ、みずちゃん、ちょっとここは何、あの円形脱毛症です。あの、みどりさんと同じハゲです。はい、だからハゲ同士として今日は合格できるんじゃないかと思って。めっちゃ綺麗にハゲてるけど、はい、そうです。みどりさんと同じハゲ同士として今回合格できるんじゃないかなと思って来ました。なんか薬やってる。やってません。なんか、いや違うんですよ、あ、今日ね、事情があって、うん、あの、今日僕飲んでたんですよ。そしたらなんか飲んでツイキャスやったら、うん、野田くんがコメント欄で、今日先生暗黒オーディションありますけど来ませんかって言われたから来たんですよ。はいはい、あ、オーディションでね。はい、オーディションで来ました。最近いろいろね、ツイキャスでいじめられてるんですよ。やめろよ、そうやって。あの、ね、誰にいじめられてるの。香川に。え、香川にめちゃめちゃネットリンチみたいな。香川にずっとね、はい、毎回そうなの、粘着されてんだ。粘着されて、なんて言われてるんですよ。香川に嘘つきカップルとか言われてね、もう
ひどいっすよ。あの不細工な彼女ね。やめろ。お前やめろよ本当によ。だって会ったことある。意外にしろよ。やめろよ本当に。ね、柴崎公園出るって言われて。水木あんちゃんあれでしょ。あ未成年引っ越した人でしょ。そうそうそう。まあ、やめろ本当に。お前働きをいい加減。陰行やろう。それしか知らないから陰行なの人この人。陰行した人でしょ。そうだよ。やめろよそうやって。本当に。それは覚えてるよ僕は。なんだよなんか本当になんかさあのタケノコのあの里みたいな違うキノコのなんか山みたいな顔しやがって本当に。でも陰行やろうに言われたかねえよ。うるせえよお前最近さ。まあまあまあでもね、はい、こうやってかちゃんとねあのこういう場所に現場に来てくれたのは俺はね、はい、評価しますよ。平等に評価しますよ。でも、ミリニアはちなみに暗黒映画、ヤクザ監督に迎えて出たことあるんですね。あ、そういうことありますね。あの予算が確か取り立てをする役みたいな。そうそうそう。それではございます。橋本くんとね。そうです。はい。昔。じゃあちょっとあの頃の演技ができるから、ちょっと忍法くんでちょっと。あ、もうちょっと任せてください。うん、ヤクザ役で。はい、忍法くんをね。まあ、あと結構、ね、演技グラサンもないでんじゃないよ。グラサンで、グラサン。演技力高かったからね。じゃあ。こちらで。あ、だからこれ、あの、どういう設定、あの、今もう取り立てで。借金取り立てで。これ何て言うんだいですか、忍法、忍法という名前で。おい、忍法は、お前あんたこの忍法野郎が、お前さ、何切るなら俺これ。お前さ、なんか分かってるよ、お前な。未成年にぶち込んで、何やってんだよ。世の中は、お前そうじゃなくて、金があるやつ。14歳に忍法して、お前何偉そうにしてんだよ。お前な、世の中な、お借金取りだよ。うん、お前捕まってねえの世界じゃねえんだよ、まあ、そこはよ、うん、お前は分かるか、お前痛い借金取りっていうのは、うん、金をよ、うん、返してもらえるか、そうじゃないかで、ランクが決まんだよ。お前がとにかくてめえみたいな高がよ、統一でよ、5万借りたようなやつから統一はできなかったらよ、借金取りがなくちゃよ、失格なんだよ。とにかくお前は見せられるよ、引っ越したクズなんだよ。うまい、なかなかやるじゃん。服が、忍法の服が。岩さん、すいません、岩さん、ごめんなさい。おー、いいね。いい年上の方なんで、ほんと、すいません。41歳。はい。すいません。今回は、暗黒映画で、アカデミー賞を狙いに行きました。うん。アカデミー賞の、上演男優賞を狙いに来たんで。じゃあ、今、どうだった演技受けてもらった忍法くんは。水ちゃん。まあね、役に入りきってたよね。うん、まあなんでコメントすまねえんだよそこで。まあ役に入りきってたからちょっとはね使えるね。ちょっとは使える。ちょっとは使える。なんて。いいですか。未成年引行してもいいの。未成年引行したのはちょっとね、うん、ダメだね。ダメでしょ。うん、そこはマイナスだね。マイナス。でも何点、ね？リスナー 27%。2.5点。2.5。おはようございます。低いな、随分な。まあいいけど、予算は俺はまあ言ってんだね。なんで。はぁ、やっぱ未成年引行がやっぱないよね。俺もディスってる。なんでそこやねん、ほんと関係ないよ。演技力と関係ないよ。香川ね、あんなね、ふわっちで閲覧50の香川にいじめられて聞いちゃうんだったらもう聞いてない。ダメ、そんなの。はい、ね、あんなやつと。じゃ言ってんね。はい、野田は。まあでもわざわざ今日ね、来てくれてね、ここまでやってくれたんで、1点です。変わらねえじゃん。やめろ、まあ、スイキャスで寝てるだけですじゃねえか、いつも。俺4点、3点なんだけど。え、今日も高い。俺、体張ってここまで来てくれたから、ね。いや、もう、僕はもう、みどりさんについていきます。今回、まあ、ニコ生1っていうことで、来ました。ニコ生1。こうやって来てくれるのは、ね。ああ、お祝いに来てくれたってことね。お祝いですね。お祝いじゃねえよ、ほんとに。エヴァの。ピンチだから来たの、こっちに。ピンチだから。ガチでテンション下がってる。いや、俺下がってるよ、マジで。マジっすか。うん。じゃあありがとうね、水には。いや、本当にありがとうございます。すいません。じゃあ失礼します。はい。じゃあ、お疲れ様でした。めっちゃ叩かれてるな。ツイキャスにこんなに叩かれてるんだ、水なんて。すごいな。いじめられてるでしょ。うん。そうだから、カバーがずっとね、傷口に塩をずっと塗り続けてるから、アンチが全然減らないんですよ。うわー。アンチやばいんだよ、今、水。次の方、どうぞ。はい。あと何人 ?3 人ぐらい。3人ぐらいだ。もう後半だった。あ、来た。あ、元帥。あ、人造人間17号じゃん。あれ。偉そうなこと言ってくれるじゃないか。この史上最強の人造人間17号に向かって。はい。お名前からお願いします。切れたナイフ君。はい。
元予算ファリー、元有害課、元 N 国と富山県参議院立候補予定者でも、これさ、オーディションしなくても、安倍さん使うんじゃない、放送する。いや、でも演技力見たいから。まあ、そう、演技力だって、暗黒減衰、暗黒減衰、切れたナイフ。切れたナイフくんね。なんかね、そんなこと言ってくれるじゃないか。この史上最強の人造人間17号に向かって、よろしくお願いします。こういうアニメ役から、前回のサザロイドのエルフの、ゼルダの伝説のリンクのエルフのような役から、優雅さん役まで何でも卒なく。今日お酒飲んでないよ。まあ、一滴も飲んでない。あ、飲んでない。おすごい、ね。え、髪、もしかして黒に染めた？いや、これカツラです。あ、カツラかよ。ズラか。でも、彼女できたらしいじゃん。見てよ。いないよ。え、みそこさんってやった。なんか、一日で。え、別れたの？別れた、別れた。言って、付き合いましょうっつって。うん、家に来てね、23日、先月の23日家に来てねって言われて、23日、24日お泊まりしますねって、その22日に、あの家に来て、みどりさん家になんか行ったじゃないですか。あ、分かった。じゃあちょっと演技長いから警察、じゃあちょっとゆいがんの役で忍法に絡んで、ゆいがさんの役で忍法に絡めるか、テスト。ゆいがさんの演技、ゆいがさん演技で座っていいよ、忍法座ってていいよ。で、横に忍法、あの、ナイフ座って、ゆいがんの役で。俺は言うがいいかね、言うがいいかね。そう、バンってや、火薬出すのはやめてね。横に座ってる、横に座ってる、映らんから。火薬バンってやめてね。やる、本当に。分かりました、分かりました。スタート。あ、忍法。最近も忍法も俺がムチョに入ってられるよ。とてつもなく、向き合われて、暗黒放送でも今、重鎮って呼ばれてるらしいじゃねえか。そうなんだよ。まあ、そうだね。暗黒ファミリーに入って、僕は飛ぶ鳥を落とす勢いですよ。俺がいる頃はよ、のび太くんとかよ、青メガネとかさ、コメントしたの全部資格してたよな。今、どんな気持ち？まあ、頑張ってるよ、僕だって。はい、もう、ゆいがさんやってって言ったんだけど。ゆいが役、あーって感じが良かったですから、うん、あ、忍法メガネ、なに、あ、勘違いするなよ、ちょっと人気、緑に気になってる、お前ちょっとお前、人気出たぐらいで、お前大物ぶりやがってよ。分かった。こっちは配信10年以上やってんだよ。無茶に入ってきてるのも10年ぐらいあるけどよ。はい、分かりました、ありがとうございますね。以上ですか。うん、頑張ってるから、うん、じゃあ今アンケート取った。じゃあ、予算どう？いやー、まあ、ユイガじゃなかったらね、キレたナイフだったから、21%、リスナー評価。まあ、俺は2点かな、うん、一応、何も変わんないから。一応、まだ未公開の映画があるじゃないですか、公開にこの配信が、うん、あれで一応、反射ぶるために墨を見せたり、いろいろタンクトップにしたりとかやったんで、忍法は？いや、僕は 1.5 点ですね。 1.5 点、うん、じゃあ、俺は 3.2 点。まあ、俺はね、4点ですね。あの、夜中とかに、あの、みどりさんに電話かけて、もう意味のわからない話をずっとするところはやっぱ評価高いんで、ね、映画と関係ないだろ。5時間近く意味のわからない話をずっとするところは評価高いんで、ね、はい、じゃあ、ナイフ。でもなんか、参加者の中でこういうコスプレしてきたの僕だけらしいです。ちゃんとした、これ、ここまで17号なんですよ。なんで17号？ブーツもちゃんと17号。ニコ生合格さん結構14.8。いや、17号なんかあの、のセリフ言う。ナイフが出てたら閲覧下がったから。ごめん。なんかナイフが出てたら。ちなみに、あの、半裸監督、自滅の刃、破滅する欲望他者だし、サダロイド、あ、それ、夜中に光さんに電話して、仙台くん。で、みどりさんと電話して、まだ予告編しか出てない。僕はじゃあ、連れ出すキャラクターとやってみて。6作目に出てます。紙芝居の方の100日で一緒の森っていう紙芝居のみどりさんのあれにも出ました。お名前は小島です。はい、小島グランプリくんね。あ、どうも小島です。小島グランプリさん、はい。最近は何してるんですか？ツイキャスでアリゲーターガーを撮ってました。アリゲーターでワニ、顔がワニで体が魚です。そんなにどこにいたの？荒川温排水ってところにいて、1メーター10センチ程度を目視確認。でも、YouTuber で荒川ってやつがいて、そいつに先を越されました。そのアリゲーターガーを捕まえる配信は一覧どれくらいいったの？いや、もう全然、言って数字を。
え、閲覧15、60前後ですよ。言ってもいかない。それ取ってどうするの、食べんの。食います。あ、食べるんだ。荒川でアリゲーターガーを捕まえる配信やって15ですよ。え、そうやってそんなことありますか。少なすぎ、バグじゃない。え、どうやって捕まえてんの。ね、難しいですよ、うん、あの、だから最初は餌でこう、うん、サバの切り身とか捕まえようとしたんですけど、ダメで、次からギャング針を自作してぶん投げて巻くっていう。そこまでやって15って、こんなことは、そんなことありえますよ。まあ俺もうんこ食っても多分ね、15ですよ。うんこ食っても15ですよ。車に引かれても一番15ぐらいなんで、しょうがないですね。アリゲーターだ。ただあれですよ、あのイノシシ食ったら500いきましたよ。イノシシ食って500。あ、そうそう、ツイキャスだとなんかその学びになればなんですか、多少グロいのも。ちょっとなんか忍法がやばいことになってるけど、大丈夫、どうした。お、どうした。酔っ払いすぎじゃない。大丈夫、大丈夫。どうした。フリーズしてない。眠くなってきた。眠くなって、倒れそうだぞこれ。めまいが。ちょっと横になったらいいんじゃないですか。うん、ちょっと。ちょっと、あの小島グランプリなんか、はい、即興の演技とかできる。即興。あのよ、緑がよ、この間俺んとこに来てくれたんだよな。いや、あのまだよ、まあ、ゲルゲのことも引きずったりしてるけどさ、でもあの今あれ傍若ってあれ、あの俺これいるから、うん、だからね、これは俺の弟子だからさ、ちょっと見てる、たまには顔出せよ。うまい。あ、じゃあこの忍法さん、ゲルゲさんっていうことでやってみてください。ちょっとゲルゲね、世話になったよね、うん。やっぱあれだよ、何回あってもね、女優にしてもあのおかしくない女だと思うよ。お、今はよ、俺佐野の体貸したいだからよ。刑務所行ってると思うだろ。違うんだよ、あの佐野のお尻の中にいるんだよ、本当は。言うなよ、元気で、元気よね、あの佐野の女の子してるな、いいぞ。誰の真似だよ。ゆいがさん、ゆいがさん急に変わりましたよ。あのね、みどりさんのね、こちんちんをね、しゃぶらせてもらおうと思ったんだけど、ロハコさんですね。でもね、できなかったの。あのね、嫌われるから、小島くんのもね、しゃぶろうとしたんだけど、できなかったの、嫌われるから、ずっと狙ってたんだけど。だってさ、いろんな役ができる、いろいろできますね。役者だね。ありがとうございます。うん、まあ元々劇団やってまして、うん、劇団してね。そうですね。で、映画とかそういう劇団とかを広めたくてニコ生を始めたんですけど、全然違う方向に来ちゃいました。アリゲーターが撮ってますね。暗黒映画に結構で忙しいんじゃないのこれ。まあでも、まあ、日付が合えば、うん、まあ、別にあの1リットル血ヘド吐くこともできますし、首吊り芸って、あの先日亡くなっちゃったんですけど、うん、首くくり拓造っていう人の芸を、うん、まあ、前にパクったりしました、ね、首くくり拓造さんの芸やってみて。じゃあ、いや、あのね、ロープをガチャンってこう上につなげて顎でこうグッて引っ掛けるやつがあるんですけど、ニコニコの動画で大丈夫か、あのリスナー家 74% 大丈夫。ニコニコ動画で黄泉の国からこんにちはっていうのがあるんで、その動画見てもらえば俺首つってます、うん、おしっこしたい、おしっこしたい、おしっこ、ナイフ君これ転んじゃうからさ、肩貸してあげたら、おしっこしたい、おしっこしたいって言ってる。うんこ食える。うんこはね、うん、食えと言われれば食いますよ。おー、いいね。さっきほら、うんことかおしっこ飲んだ人がいたっちゅうんで、そうなんです、本当は舌でタバコ消そうかと思ったんだけど、バンになるとまずいからちょっとやってないです。舌でかタバコ消すのはバンになるんですか。いや、キャスは分からん。ニコニコだセーフじゃない。あ、そうですか。お、ヘブちゃん、やってみます。舌でタバコ、やぶ、舌でタバコ消すの危なくない。危ないや、ニコ、大丈夫大丈夫、俺は一回しか死なないから。手品ですからね、ごめんなさい。赤くなったら、わかるかな。あー、ついてるついてる、いくぞ。痛い、俺映せないよ。いったー、あー、でもいったー、ちょっと、痛い、上手、うぅ、まあまあまあ、こんなもんです。変な匂いがする、下に、ちょっと舌焼けちゃったな。でも、そうですね、ちょっと皆さんのね、諸先輩方の枠がファンになっちゃっていけないんで、手前味噌ですが。
でも彼は当てみて、彼は自宅の中でシュールストレミングを上げたんですよ。すごいね。自宅でですよ。野田くん来てくれました、ね。その時エツライズ。その時は結構行ったんですか。行ったんだ。こんなできないですよ。他の配信者、うん、自宅の中で開けるって。あと自宅の中でケツの穴に粉詰めて、あ、やったやった。粉塵爆発つってやりました。74% だった彼。お、やったー。74%。予算は何点？ありがとう、ありがとう。俺はまあ 4.5 だね。うん。俺彼らは 5点ですね。決まった。俺は 4.3。おお。忍法はトイレ行ってるから。忍法トイレ行ってるね。じゃあちょっと忍法さん何点ですか？2.5。2.5だそうです。2.5ですね。はい。ああ。またあと後ろ何いた？あと後ろにあと一人。なんか飛び入りで、うん、やりたいっていう人がいるんですよ。まだいるんで、2丁目のなんかすごいガチムチの人なんですけど、はい、僕と入れ替わるの大丈夫ですか？あ、いいですよ。すいません、次の方、うん、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ニコナンも 81% でしたね、ここが、うん、高いですね。すげえな、いろいろなんかいろんなことやってくれそうですか。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お名前？チョコボロネトールです。チョコボロネトール。チョココロネトール。チョココロネトールさん。はい、野田さん知ってんの？知らない。初めて。野田さん、僕、下頃で会ったことあるんですよ。あ、マジっすか？スリーで。僕、出てたんで。あ、出てたんですか？はい、誰と戦ったんですか？中村トッシーさんです。え、性の相手は男？性の相手、うん、あ、まあ、どこも行ったことあります。あ、一回マスク取ってもらっています。はい、はい。あ、ちゃんと、でも、ね、男らしい。中井貴一に似てる感じのね。うん、ね、あ、似てる。今日は、よっさんとイチャイチャする。はい、あ、じゃあ、ちょっとじゃあ演技します。じゃあ、お願いしていいですか。じゃあ、チョココロンさん。じゃあ。僕、ちょっと脱いでいいですか。あ、いや、上は脱ぐとバンされちゃうんで、乳首が出ちゃわない限りで。T シャツだけでいい。T シャツがいいです。T シャツは大丈夫です。失礼します。はい。いいね。チャスティですね。怖いね。大丈夫。大丈夫。怖い。すいません。失礼します。はい。はじめまして。僕ツイキャスでやってます。あ、そうなんですね。同い年ですかね。あ、そうなんですか。俺40歳なんですけど。え？はい。あ、今年。年です。はい。じゃあちょっと演技ができるんであれば、まあ。どういうシチュエーションですか。まあじゃあ。カップルっていう。僕がどっちですか。男で、予算女。じゃあ、はい、よーいスタート。これバンバン。うん。うん、上手。あ、もう、ちょっといいよ。いいだろ。いいよ。あ、いいね。いい。あ、いいね。ね、素晴らしい。あれは？あれ？素晴らしい。よっさ、女になってたもん、完全に。うん、いや、なんか、うん、吸い込まれて、なんか、顔に、ね。普通の人は喋るけど、無言のまんまやってる。さっきの人はダメ、解放とかちょっときつかったけど、そう。だから俺、生きたもん、なんか、顔が。スーッと違和感がないよ。違和感がなくて、なんか。うまい。なんかいいなと思って、うん、プロだね。チューしちゃったもん、ね、僕すぐそこのゲーバーで働いてきたんですよ。あ、今仕事帰りなんですか。え、男の人、日曜日働いてるんです。日曜日働いてるんです。男性が好きなんですか。基本女です。あ、そうだ、ね、男も行けたことある。俺行けるってこと。出ます。え、俺行けるって。はあ、そうなんです。まず、すごい演技力高かった。そう、いやだから、はい、なんか俺なんかね、なんか可愛いなと思って。可愛い、かわいい。顔が 67% でした。なかなか俺自分からキス行かないから、なんか行きたくなっちゃった、うん、あ、よっさんから来てくれました。そうなんか行ける。じゃあ、ニポー君なんて。3点。あ、でもさっきより高いですね。じゃあ俺5点です。5点、満点。5点。俺4.4ですね、これね。俺は 3.2 で、反射じゃないですよね。反射とかじゃないです。反射じゃない。これ入れ墨ね、うん。趣味だから。それは分かってくれた。分かりました。趣味ですよ。入ってます。ネイマールだって入ってるから。そうですね。そう。はい。
わかります。ニコナオ 76.1 高いですね。高いね。高いっしょ。これユリアさんじゃないよ、名前。名前チョコマリネです。チョコポルネチョコポルネ合ってますか。あってます。合ってます。チョコポルネ。はい、じゃあコロンさんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。すいません、失礼します。はい、じゃあ次の方。いや、もうないんじゃない。いるのまだ。次の方。いや、終わりしているじゃない。終わりかな。まだ。え、まだいる誰か。次の方いますか。いる。まだいる。まだいる。あ、まだすげじゃないですかこれ。あのちょっと野田誰？これはユリアさんっていうことで、あのストーカーで4回ぐらい警察に捕まってる人です。遅いですよ、本当。なんで頭にパンツをかぶってらっしゃるんですか。いや、気合を入れるためにかぶります。もう予算無関心として携帯じってる。いや、ちょっと俺ちょっとオークションやってるから、ね。いや、ストーカーはダメだよ。ストーカーしてないですか。ストーカーとかの、そういうことしちゃダメだよ。してないですよ。してないって言ってる。すごい、面接しながらシューマイ弁当食ってもらっしゃいますよ。遅いもんだ。遅いだってさ、確かに遅いだ。3時間待ってた。まあ、確かにね。確かに3時間待たせちゃったからね。うん、あの男の配信者が北海道旅行配信行ったんですよ。うん、ついて行って、わざとそこで同じ北海道で旅行配信。ついて行ってるだろ。うん、で、警察が囲まれて。警察来てたよね、なんかね。北海道かなんかね。でも警察から。逮捕されなかったの。逮捕されなかった。あ、そうなんだ。でも一回捕まったじゃん。まあ、刑務所行ったんでしょ。一回。え、何ヶ月ぐらい行ったんですか、刑務所。1年ぐらい。1年もいたの、刑務所に。4月目です。え、1年、え、お勤めしたってこと。まだ2ヶ月前に。それ何罪。わ、なんかストーカーの。え、そんな1年も捕まんの。執行猶予とかつかない。いや、執行猶予切れて、あの、捕まっちゃった。他にも犯罪してたんだ、執行猶予。何してたの、他の犯罪。いや、ストーカーだけです。あ、ずっとストーカー繰り返してたってこと。はい、なんか今で、それでダメですよっつってもやっちゃったから懲役行くことだ。しかもその2ヶ月前に出てきた後に北海道についていったんでしょ。いや、ついていってない。ついていってるじゃねえかよ。なんで同じ、たまたま同じタイミングで北海道配信かぶっただけで。いや、たまたまです。そんなわけねえじゃん。いや、ほんと。え、なんかすごいキャラの方だけど演技はできます。演技クラブだったのでできますよ、割と。え、9は持ってるらしい。あ、手帳は、努力手帳は軽度なので、それある、うん、そうなの、軽度なんです。 2B っていうところなんです。 QI だ。インポさんどう思います。インポさんいける。いや、いけないです。あ、いけないんだ。インポさんいけないんだ。めっちゃ笑ってる。久々にこの声出して笑ってる。いけないですよ。なんで。何がおかしい。何がおかしい。だってさ、おばちゃんじゃないですか。お前っておっさんだろ。おばちゃんじゃないですか。おばちゃんじゃないですかって笑われてます、ね。ユリアさん何歳ですか。二十歳です。え、そう。本当。40代でしょ。まあ40じゃないよ。すごいウケてる。そう、シューマイ VS なんかストロング飲みながら戦いですよこれ。いや、40過ぎてるでしょ。なんか特技あります。特技は、あの、男を追いかけること。ストーカーじゃねえかよ。また捕まるぞ。また捕まるぞ。もう やらないですか、ストーカーは。やらない。ストーカーはダメですからね、犯罪になっちゃう。オーディションが受かるならやらないです。ナーボールどこがいい。イケメンだから。え、イケメンだから。ナスビみたいな顔してるけどかっこいい。あれ、この人配信者の家に放火未遂もしてるってあるけど、そんなことしない。本当に2年前だから。2年前。え、放火未遂。放火魔。いや、前の彼氏。あ、やべえじゃん。放火未遂。でもだいぶないでしょ。 46% うちは。これはね、三島は。佐田さん、佐田さん、佐田さん 46% 大丈夫。佐田さん、佐田もう眠いんじゃない、うん。え、その演技とかできます。あ、できます。私演技クラブだったんで。あ、そうなんだ。演劇クラブ。じゃあ、あの、好きな人に対して愛のなんか叫びみたいなのやってみてください。好きな人に対して愛の叫び。愛の叫び、今もう好きだっていうことを全力で伝えてる。ナーボールめっちゃ好きだ。愛してる。私が一番愛するよ。こんな感じですか。
全然伝わんないよ。伝わんないですか。はい、じゃあ任保君から点数。0点。0点。予算。いや、わかんないんだろ。ああ。言われたら俺。1点かな。1点。野田は？俺も 3.2 ぐらいですね。うん、俺見ちゃダメだから。じゃあ自殺するそっから。自殺しちゃダメだよ。何？緑さんのせいになるからでさ。え、自殺未遂とかよくするの？だって受かんないならもう死ぬしかない。合格できないなら自殺するって言ってましたよ。ああ、じゃあ俺4点。4点に上がりました。めちゃすごい勢いでシウマイ弁当頬張ってんだけど。お腹すいたんだ。お腹すいた。3時間待ってましたね。すいません。あ、確かに。最大3。後半のグループ大変だったね。まだ後ろいる誰か。いや、もう5人ぐらい。5人、え、まだ。まだいんの。え、これ増えてますね。ね、まだ来て。飛び入りで来てる。こぼさないでください。さっきから食うな、落ちたやつ。落ちたら食うな。そのストッキングはどう、どう。待ってたんだよ。すいません、また自分が履いたやつ、そのストッキングは。履いてないです。ニュースまだ4人います。あ、じゃあ次呼んできて。次また。うん。それでもここからないの。まだある。まだあるじゃん。でもさっきの、もう、さっきのあの。もう締め切り。とりあえず締め切りって。ちょ。やばいの来たよ、これ。いや、久しぶりだね。あの時はさっき呼んでくれたよね。ちょっと。いいよ。で、ね、呼んでくれても、俺は無所行って、また生還するだけやな。ちょっと。やるか。あ、じゃあちょっと待って。俺がやってやるね。ダメ。ダメだ。落ち着いて。懐かしいな。ダメットさん。懐かしい。自己アピール、うん、自己アピールお願いします。え、自己アピール。リスナーに、忍法さんを叩き潰してくださいって言われてました。でも、ね、まあ。それで、うん、それだけです。うん、それだけ来た。それだけで。オーディションじゃないの。オーディションか。あ、でも、じゃあオーディション。体も疲れちゃったし。お前、アイフォンなんだけど。はい。アイフォンで来ないんだよ。何言ってんの。何の会話してるか。何の会話だよ、これ。繋がって、ちゃんと。終わってないですか。押しが負けてるよ、終わったよ。いや、なんか、いや、まだ終わってないから。いや、あなたの終わってない。ゆり頑張れって入って。いや、終わってないですよ。ゆりやさん、殺し合え。殺し合え。で、出てくださいね。ダメとダメだよ。出てたらちょっと終わっちゃう。自己アピールして。そう、そう、自己アピール、うん、まあ、とりあえず、まあ、出ろって言われたんで、うん、まあ、なんか映画にね、やって帰ろうかな、うん、お願いします。じゃあ何をするの。まあダメだな。エグザイルのもっと強くを歌います。いつでも人は悲しみをマスク外さないから避けて通れないけど。終わりました。はい、0点。じゃあ店黙るこの野郎ら。はい、0点。あんだめよ、0点。それ、0点。じゃあ予算は。俺はまあ2点かな。うん、じゃあ野田。はい、じゃあ終わった。俺5点です。じゃあ俺2点。帰っちゃったじゃん、完全に。これ忍法を詰めるために来て。そう、忍法を詰めるために来たけど、まあ、いや、もう今日はもう来た。17% でした。潰れてるもんね、うん、はい、どうもー、すごい。よろしくお願いします。どうしたらいいですか。名前から。みんなフォンフォンしてる。ポムだよ、よろしくね。はい、お願いします。え、何級ですか。何級もないっす。漢字検定12級です。え、ちょ待ってよ。障害者じゃないって。何級とかじゃないっす。何級とかないっす。はい。ホームで、はい。ホームしてきた、みんな。温まってるかい。温まってる。ちょっと待って、審査員さん、なんかくれませんか。なんかくれませんか。なんかくれないと、なんかやっちゃいますよ。あ、うん、笑ったら分かって。なんか忍法君質問があれば。あんた寝てんのバカ。張り手しますよ。体重何キロですか。体重は、それはリンゴ3つ分ぐらい。緑さんとパコったの。いや、野田とパコったの。もう、後ろからついて野田とパコった、はい、あとは時計のことでいいですか。あ、本当だから全然なんか違いますよね。そうだね、ちょっとだけ減ってましたかな。いや、ちょっとじゃないですよ。大丈夫、俺が会った時もっとこんなデブじゃなかった。私ってまだとっても可愛い。でも100キロぐらいあるでしょ。ないよ、
そんなないよ。何キロあるんですか今。87ぐらいあります。嘘つけよ。本当100キロぐらいあるだろ。ないよ。でも緑さんには痩せすぎって言われたんでしょ。いや緑さんにはいいから出してって言われました。野田には何て言われた。野田さんは何も言わずにズボン抜かされました。野田には何も言わずにズボン抜かされた。可愛いって言われました。可愛いって言いながらズボン抜かされた。緑さんのフィニッシュはどんな感じだったの。え、そのフィニッシュはそうですね、野田のフィニッシュはどうだったの。うんってくるしね。緑さんは何て言われた。ちょっと待ってお前ら、ちょっと待って、それをしに来たんじゃない、うん、私はオーディションに来たんだ、うん、いいか、はい、はい、まあまあ明るくね、明るいキャラはすごい好感持てますよ。はい、はい、はい、明るく元気ね、はい、はい、じゃあ、あ、じゃあよっさんから点数。え、もう、私の時々やってるんですか。何ですか。時々お願いします。歌をやらせてください。あ、じゃあ歌を行きます。今会いたい緑に知ってほしいこといっぱいあるね。会いたい会いたい、どうしようもなくて。はい、ありがとうございます。44% でした。お前ら、おい、44%。ありがとうございます。じゃあ忍法くん点数2点。すごい、ハルネシいいっすか。よ、俺は4点で、4点。ああ、じゃあ野田は配信者何人ってやったの。え、野田さんと緑さんと新野町と水にゃすい。どんだけ多いんだろ。彼でもやってるでしょ。兄弟たらしい。関慎吾とか。関慎吾やってない。関慎吾がやったやってんじゃねえか。忘れてたわ。13人とやったと聞いてんの。あ、そんなにないっすよ。そんな経験なの。そうなんだ。私は13人見ないっすよ。千葉に住んでたもん。水にゃんと新やつだと俺と緑さんと緑さんでも4人集まってんじゃねえか今日。そうだよ。いや、さっき3点だ。怖かったよ。なんでこんな太ったの。妊娠してる。養分伊藤とも、養分伊藤、伊藤弟もやったの。あ、そう、付き合ってた。え、誰と。養分伊藤と。養分じゃない方の伊藤。伊藤福島でしょ。ああ、うん、あいつかないのかな。ニコさん 58.3% 合格。え、ありがとう。53。あ、53。ありがとう。はい、というわけで、リスナーさんを楽しませるために来たんで、はい、落ちてもいいです。橋本病って何なの。甲状腺機能低下症です。で、それ太っちゃったと。はい、俺 3点ってください。野田は何点。10点でしょ。いや、10点じゃねえ。胸キュン。3点ですね。ははー。いや、5点満点なの。あ、そうなの。そう、5点満点なの。すいません。はい。今日迎え来てるからもう下に降りて。そうそう、迎えに。千葉帰っていいですか。千葉から来られたんですか。はい。千葉に帰っていいですか。すいません。はい。ちょっと頑張って。PBF って何なの。PBF ってのは、堀焼きバックフィニッシュ。はい、もう大丈夫ですよ。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。みんな元気でね。はい、入ってらっしゃい、みんな。頑張って、靴脱いでね。次は次の方どうぞ。太ったなあれ。何台来るんだよ。救急車誰が呼んだやつ。救急車下に大丈夫した。あ、はい、どうぞ。靴脱いでください。ああ脱いで、あの靴のまま入る。あ、靴脱いでもらえれば。脱いだ方がいい。うん、靴脱いでください。土足はちょっとあれ。土足厳禁。あと何人ぐらい。介護士の方は一緒にいないの。介護士の方はなんて介護してなんか一緒に来た人は。介護したい。介護士の人も一緒に来ないと大丈夫。一緒に来た人はひろいちさんですよ。いな、もう帰ってたの。そこにいるよ。え、これってあれの雑談会議じゃんじゃないですか。あ、違います。あの映画オーディション映画。じゃあお名前から。なんでその笑顔が綺麗なんですか。え、あ、でも、はい、お名前から。名前はみそこつです。あ、みそこつさん。そして何、長所と短所でしょ。はい、長所は女優ができます。短所は警察呼ばれるような。短所はね、曲がぶっ飛ぶこと。あ、はい、え、球とか持ってらっしゃるの。なんでその笑顔が綺麗なの。誰あなたです。いやいや、別に普通ですよ、普通ですよ。何イチャイチャしてんの。いや、俺初めてだったよ。はい、答えろよ。答えて。9持ってます。答えろよ。怖いよ。じゃあ帰れ。でさ、なんでその厳しいでしょ、まだ。怖っ、怖っ。うん、厳しいか。厳しいこと言うとまだ答えてんだもん、早く。いや、厳しいこと言うと放出か、こいつ。いや、まあ、なんとか言って。俺のこと、ツイッターブロックしといて。え、
ブロックしたの？あ、そうだよ。だって話しつこかったもん。なんか言われたの？しつこくしてないだろ。しつこいよ、だって好きなの、忍法。だってなんか、あのしつこくしたんでしょ、だってしつこくしてないのに、ツイブロックしてないじゃん、こっちが趣味悪いな、この顔がいいんだよ。粘着してくるから、してないだろ。粘着されたんですか？粘着する、本質ね、すぐ粘着してくる。初見じゃねえよ、かてめえ。え、なんなんだよ、お前めちゃめちゃ審査員から評価タイプじゃないの、うん、タイプだね、こんなの気持ち悪い。なんつうこと言うんだよ、よっさんとか絡んだことないないの、なんでそんなこと言うのよっさん。そうだよ、絡んだことない。ちょ、ナイフ君静かにしてて後ろね。よっさん、なんでこんそんなひどいこと言うの、うん、え、謝って。だってもう、なんか、うん、あ、確かに野田さん頭おかしそうだもん、なんかそんだけじゃん、別にそんだけやん、サチ打ちそうだし、なんかそういうこと言っちゃう、サドコみたいな顔してやめろって。あなたもツエデブ言われてるやん。ツエデブが、ツエデブでいい、俺はデブツエでもいいよ、うん、ゲロデブツヨでもいいよ、うん、日報さんブロック。え、それはダメなんですか。お前が虚言だからブロックしたんだ。虚言だからして気持ち悪いし、いや、まあ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 、ね、こ、頭おかしい、いやいや、喧嘩をする場所はないから喧嘩はやめましょう、ね、頭おかしそうだもん、こいつ。まず、なんか LINE で告白してくる時点でおかしいもん。 LINE で告白したの、告白なんかそれね、証拠の動画がしたじゃん、したじゃん、したんだよ、だから。なんて言ったの、そう、なんて言われた、なんで証拠の動画がニコ動に上がってんですよ。もういいよ、そんなこと。だからなんて言われたじゃないんだよ、お前が悪いじゃん、俺変わったんだよ、お前のこと今気になって仕方ありません。お前が虚言じゃん、じゃん告白したけど別にゃゃもうどうでもいいよ。それはだから本性分かったからだろ。そうだよ、それはお前おかしいじゃん、最初に告白したんだろ、好きだから。そう、じゃあお前が悪いんじゃん。悪かった、すいません。はい、じゃあみそこちさん、まあ演技でどんな演技ができるの。演技力みたいですけど、演技って何ですか。なんかなりきりとか、なりきり、子供になりきるとか。あ、ごめん、それさ難しいって。じゃあ何ができるの。あの、みどりさん、みどり兄と私は親交が深いから、まだみどりさん1対1だったら、この空間でね、うん、1対1だったら出る。親交が深いってどういうこと。え、そうなの。みどりさん、いや俺会って初めて、関係あるの。初めてですよ、会ったのは。いや初めてです、うん、あ、そうなんだ。そうだ、はい、うん、まあ演技って何か、まあ、虚言癖っぽいやろ、ね、虚言癖って。あのね、まあ俺が知ってる限りだと、突然ね、あの子供になったり男の子になったり、キュッとなんか憑依するんだよ、人が。なんか多重人格。そう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 、なんかあのそれは差別用語だから、あの乖離性障害。そう、乖離性障害。何級ですか。これから取ります、手帳は、うん、まだ取ってないもん。まだ取れてないです、仕事忙しくて、うん、そうだから。でもまあまあ、こうやってね、落ち込まないですね、うん、こうやって来てくれたのは、長時間待ってくれたのはね、評価しますんで。3時間半ですかね。そう、すみません、またしちゃってね、いろいろと。じゃあちょっと点数からいきましょうか。点数、4.5 点。高っ、 4.5 点。まだ好きなんだろ、お前。好きじゃないけど。 4.5 って。好き好き大好き。ほら、好きだって。好き好き大好き。みそこちゃんだったらキスできんじゃん。愛してるって言うなきゃ殺す。いや、まあまあ、 4.5 点で今まで一番高くない、まあ、うん、10点満点、5点満点。はい、予算は。俺はまあ 2.5 ぐらいで。2.5 点です。野田は？俺はまあ2点。2点。じゃあ俺は、ま、3.4 です。そう、何等か何点がよくわからんけど。5点満点中で、それでリスナーさんの評価も含めた上で決めます。はい、リスナーさんでも、うん。こっちの結果は 48.8 が合格です。あ、48。じゃあ過半数。過半数ですね。いってますね。こっちはね、ちょっと時間かかるのよ、出るの。忍法さんでやれるやれるってどういうこと。なん、それって37%立ってんのこれ。いや、立ってない。37%。知らないけど、はい、じゃあ、37% ですよ、こちらはね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、どうですか、はい、忍法さん股間に向かってお辞儀したのに。あと、すいませんね、長時間待たしちゃって。はい、次は何人、3人ぐらい。締め切った、ええ、下行って誰。もう締め切りです。新規はもうだ、募集してないから大丈夫。終わり。いや、まだいる。あ、靴脱いでください。靴脱いで入って。はい、お願いします。入って。こんばんは。あれ、さっき並んでなかったよね。あ、なんか、うん、オレンジの人に小沼さんって方に紹介されて。誰？俺じゃない。道で。え、突然？
それで来ました。誰だよ、オレンジの人。多分さっきのオレンジの男。だっけ。その人ってもういないません。あとに出てくるらしいです。あ、まだ来るんですか、オレンジ。いや、全く暗黒放送が知らない人でしょ。知らないです。え、一般人かよ。一般人の人でしょ、じゃあ。知らない。え、なんか、誰で噂でなんか AV 監督がいるとかな。ああ、いますね。あ、これガチで AV の面接だと思って来ちゃったみたいですね。え、AV の面接だと思って来ちゃった。あの、違いますけど。いやいやいや、あのうち今映画のですね募集してましてオーディションで、はいはい、それでちょっとあの新しく映画に出れる人をね探してたんですよ。あ、500円玉落ちてる、うん、誰だ。あ、僕のです。あ、怖い。なきゃねえだろ。はい、どこ絶対違うじゃん。はい、じゃあなんか聞きたいことあります。童貞だろ。童貞だろ。童貞かなんかあの男好きそうに見える。ああ、え、これでニコママってよくわかんないですよ。TikTok なんですよ。あ、TikTok やってるんだ。フォロワー何人？10万7000。え？10万人？TikTok で？1万7000。あ、1万人か。すごい。ちょっとなります。すげえじゃん1万人って。うん。なんかノリで来たんですけど。ノリで来たの？はい。うん、なんか。うん、誘われたのか。飲んでるんですけど。あ、ちなみにここ新宿二丁目あたりだけど、あのゲイの方ちではない。たまたま来たんですけど、ね、うん、あ、プライベートでね。じゃあゲイではない。ゲイではない。ないですね。はあ、じゃあ本当に素人さんって感じですよね。じゃあちゃんとした一般、うん、一般何も分からず飛び込んでいた。いや、まあ演技を見たかったんだけど。あ、演技はもう OK です。できます。何しましょう。何ができる。腰振ってる。何しましょう。何なんかな。何しましょう。じゃあ設定とかコンセプト言ってもらえれば、ちょっとやってみます。じゃあ、この忍法さんをナンパしてみてください。忍法さん男の方じゃないですか。そう。あ、女性だ。女性だと思って、僕を誘惑してください。あ、いいね、誘惑してください。そう、セクシーに誘惑してあげる。こっちに来てもらって、アンケ 53%。 そうそう、軽い男じゃないんです、うん、だからもう、めっちゃ童貞なんだ。童貞っていう選挙で、じゃあで僕はどういう設定なんですか。例えば、地区女とか。あ、もう、塾とか。地女として誘ってみて。地女って何ですか。地女ってのは、男を好きね、男を誘う感じの女性っていうタイプ。誘惑してください。誘惑。そう、誘惑だから。でも彼は童貞なんで、うん、あ、かわいい、うん、はい、じゃあ用意スタート。誘惑つけ上げて、忍法さん、はい、どうぞ。じゃあ座っていいよ、そこに。マジか、うん、ソファに座って。あ、じゃあ、うん、失礼します。僕はそんなに安いやつとはなびかない男だよ、うん、じゃあ飲み屋っていう設定で、うん、はい、お願いします。女こうやんないんですよ。女からやれってことですか。そうだよ。お願いします。僕はそんな安いやつとなびかない男だよ。童貞だからね。乾杯しましょう。うん、分かった。飲みましょう。飲みましょう。イエイ。乾杯。イエイ。ああ。俺のどこ、何、どこ、どうしたのこれ。いや、ちょっと登山で傷ついた。登山ったの。登山で傷ついたんです。すごい、なんかすっごいムチムチした。そう、うん、そんな触んないんで。ああ、もう嫌。なんでそんなに やってくんの。え、なんかすごいの、触り心地っていうか、なんだろう、大根みたいにしんしん、たっぷりたっぷりしてるし、激しい、すっごい、痛い、うん、痛い、かわいい、うん、ありがとう。バナナね、かわいい、ありがとう。ああ、メガネ取んない。目悪い。めっちゃ目悪い。目悪いんだよ。ああ。はい、ありがとうございました。いいよ。はい。メガネ返してよ。もう大丈夫だよ。もう返してよ。いや、うん。返してよ。もう。スネ夫見て髪型してんの。
はい、分かったよ。ああ、もう。いやあ。はい。はい、ありがとうございました。はい、じゃあお戻りください。いや、そういう演技を見るだと。すいません。これ誰の？それ何なんですか？それあの可愛い。三つ木も。あ、誰か持ってきた。はい、持ってきたやつ。可愛い。次の方どうぞ。はいはいはい。いいよ。いいよ。じゃあ次の方。はい。次の方どうぞ。はい、いただきます。はい、すみません。じゃあ点数、さっきの勝利。2.5 点。2.5、はい。予算は？俺は、うん、2で。はい、野田。1点。俺も1点。スカウトされたの。はい。この人がやったの。そうなんだ。この人が誘ってきたの。何関係ない人も誘うの。そうだよ。いや、なんかやる気のありそうな顔してたんで。ごめんね。あ、いいえ、大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。オールマオレンジと申します。よろしくお願いします。でね、よっさんに言いたいんだけど、サンデータクラブの時、僕はたこ焼きパクったとか言ってたけど、僕はもうみんなで食べましょうよって言ったんだから、パクったって言われるのちょっとね、心外なんで。え、でも一人で食べたんですか？いや、だからその時はあれね、いや、みんな食べないと野田ちゃんが、その、あれ、オレンジさん食べてって言われる。でもだから金ないじゃん、いつも、買う時。しょうがない。だからそれでたこ焼きパクったんですよ。それを責められたらしょうがないけど、みんなが食べてって言われたからいいんじゃないですか。まあ、いやそれでがっつくのがダメなんだよ。でもみんなに食べてくださいって僕言ったんだよ。それでもね、引いて食べるのが大人だよ。そんながっついて盗むのはどうなの。ちょっと後ろが盗んでない、みんなね。まあいいけど盗んでない。あ、それとみどりちゃんにも聞きたいんだけれども、4年前の立川市議会議員の選挙の時に1230人の人が投票してくれたのに議員を途中で辞めちゃったっていうのは裏切り行為だと思う。いや、次に向かったステップだから。まあ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 、とにかく今演技だからそういうのはいいから。あ、どんな演技ができます。あ、最後重要なこと一つだけ、ね、北海道のパンダさんのところ月1回でいいから行ってあげてください。わかりました、はい、かわいそうだね、パチコちゃんと先輩ちゃん。はい、演技いきます。はい、何や、じゃあ適当にやっていいですか。はい、適当に。なんか主演ですね、リンゼー・アンダーソン監督のオーラッキーマンという映画の中で工場長が喋るシーンがあるんです。こうやります。というわけでコーヒー豆は当工場で厳選され完璧な状態にしてパックされます。品質および包装については二重三重のチェックを行っておりますので、当社設立以来ただの一度の苦情はありません。というわけでセールスにあたる皆さんは誇りを持って任務に当たっていただきたい。以上です。どうやって生活してるんですか？ですね、私は住所不定無職のホームレスなので、いろいろとですね、飲食店から、ゴミに生ゴミに出す前のその残り物をいただいて、でその代わりとしてそのお店の掃除前をその生ゴミがそのカラスがつついて破いて、あの散らばっちゃったりするじゃないですか。それとか、もう忍法さんのおしっこの音がずっと聞こえてんだよ、もうやめて。ちなみに彼は家がなくてガチのホームレスやってるね。何年ぐらい経つのか、ホームレスやって。ね、中空きがあって働いてた時期もあるんで、ちょっと正確なところは分かんないですけど、うん、10年前後。10年ぐらいのね、ホームレスで。10年もやってんの、ホームレス。それはたこ焼き盗む。家がないのに、どうやって寝泊まりしてるんですか？だからあちこち点々と。それもいろいろなつてがあって、例えば倉庫番をする代わりに、あのそこで寝かせてもらうとか。いろいろと世の中に、ね、優しくて親切な人たちがいて、だからね、ぜひみどりちゃんとか野田ちゃんの家、まあ、でも携帯がないから連絡が取れないんだよね。あ、なんでそれね、今携帯ぐらいあるでしょ、今ホームレス今携帯持ってるよね。ない、あの僕は今あなかったんだけど、今借りる状態だから、こっちから、ね、連絡する形で、だから借りてるからちょっとね連絡が確かに難しい。それとね、もう一つ今ね、あの何、あのね、あの去年僕はそのおまわりさんに連れられて、あの保健所とかあの精神科のお医者さんのところに行ったら3級の資格があるって言われて、でも今年に入ってからね2級にね昇進するっていうことになったらしくて、でそれでね施設に入った方がいいですよって言われて、忍法さん何点ですか？何点ですか彼は。2点。何も聞いてない、何も聞いてない。2点だって。じゃあ予算これ0.5だ。なんでたこ焼き盗んだから。たこ焼き盗ん、いつの話だよ。盗んでないって言うたこ焼きだから。たこ焼き盗んだって。たこ焼き盗んだ。野田は俺は1.5ですね、うん、俺も携帯持ってればいいんだけどな。だから 1.4、うん、携帯がないとね、連絡取れない。まあ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 しょうがない、それは。アンケートは26.6 です。はい、こっちはですね 24%。 24%、はい、ダメですね。はい、じゃあまた何か機会があったらお願いします。すいません。
以上かな。もう誰かに、うん、これ最後、あ、ラストね。それで、ね、もう一人いるって、入って、え、あ、おいでね。あ、ちょっと履歴書忘れちゃって。何？何？履歴書と今日置きっぱなしで。何を？履歴書。履歴書？履歴書？どこ行ったの？これ。うんこ食ったのか知らないけど、バーンされたのか分かんねえんだけど。履歴書紙はどこ？え、あ、偽物なの？偽物。本当かよ、どっちか分かん。ちょ、栗田さん偽物だったんだ。だから、これ渡して。偽物。これ終わりに？終わりでいいんですか？もういない。オッケー。もういない。じゃあ。はい、これ確認して。はい、ちょっとこれね、後日ここで一回出なきゃいけない、後日発表するわ、うん、で連絡取れる。もうここ実は2時間オーバーしてる。本当は2時間6時半から8時半だったけど10時15分だから10時半になっちゃった、うん、これあの合格発表は後日僕の放送で必ずします。ツイッターにも。出たナイフ君が一生懸命みゆちゃん尽くしてあげてるからもっと大事にしてあげてくださいな。そういうあのものはダメなんですよ。ダメなの、うん、ちょっとみゆちゃん匂い確認してください。嫌です。ダメって何がダメ。いや、簡単な確認、体でちゃんとね、もっと臭くない。まあ、あ、チョコレートなのだよな。だから多分うんこじゃないと別のもんだ。栗田さんチョコレートです。うんこテロリストって嫌なはずだね。なんでうんこテロリストって。チョコレートですからね、チョコですから。解除してください。栗田さんチョコレートです。 A 版はひどいよあれで。なんで俺が A 版食らわなきゃいけないんだよ。チョコレートです。栗田さん A 版とかひどすぎるわマジで。野田からも言ってやるよこれ。ほんとおかしいもんだって。栗田さんチョコレートなんで解除してください。僕もうそういい申し立てするしかないですよ。ちゃんとチョコレート。いやするよ。うんこなんて食わせるわけないんだから。下になんか来てるね。救急車が来てる。ずっと救急車が止まってる。救急車はずっといる。ずっと上がってこないじゃん。ずっと下で止まってる救急車が。誰か倒れてんじゃない多分下で。揉めたの下で誰か。喧嘩した。いや喧嘩。じゃあちょっとゴミ片付けて帰るか。片付けてこれ片付け。うん、腹減った。誰か飛び降りたの。これだよ食ってんのだ。これ食ってんの。捨てんの。僕は食べる。いや俺も3つ食っちゃった。はい、だから2本止めてますよ。2本止めて。まだ帰らない。リモさん帰る。誰の1000円これ。これはあれだよ、お買い得マネー。いいな、これもらっちゃっていいの。だ、うん、いいよ、施設に入るまでは、この電話番号。はい、うん、じゃあちょっとリスナーさん、一旦僕の枠切りますんで、配信できなくなっちゃったんで終わります。あの後日発表しますんで、お楽しみください。最後ぐらいはマジだよ。何時間？ 2 時間？ 2 時間半だよ。野田の枠で見て、あとは次野田の枠でまでやってるんで、僕の枠はこれで終わります。もちろん運営さんにはですね、ニコニコ生放送がなかったら配信がちょっと厳しいんで、重大な抗議はしますけど、ワッチやるのよ。やだよ、こじきになっちゃう。じゃあありがとうございました。ペンギンでやるよ。ペンギンで。これどうやって消すの？配信しとくか。